走が3番1コーナーへ向かいます。大ダッシュは10番テンダンス、テンダンスで行きます。あとメイトキャンブラーレオダンス、そしてそこからはレオーサントリーが入っていって9番ワーゲスター、10番メイトナイスガイ、10番の地域は40年から続く、そしてその後は6番メイトユースマイルか、各が第1コーナーをカーブしていきます。先頭バッターは2番のメイトキャンブラーです。2コーナーへ向かいます。スピードが1番、そして2番手に10番のテンダンス、あとは1番下の下3番レールランスが3番マストには10番レオサンドリ、そして前から5投目が9番のマークエスタードで向こう上面です。1番下3、12番ニエンドナイツが1番の前、そして2番下3、1番のブルージューベルダーツに走して、あとは7番のメイクユースマイルです。その後は3馬身使って後ろ4頭は4番レルニアスコア、1には5番のサドル、そしてブルースクエールを通過して2頭間で6番のランカイエル、外には7番メイクユースマイルの体勢です。8番のエーベルブルーメ、エーベルブルーメが後ろから2頭目になって各が第3コーナーをカーブしていきます。バッターの先頭2番グレートキャンベラです。右は9番の外に10番のテンダース、3番コーナー中盤です。一番下さ11番レオーサンドリが3番手、内には3番レールライツが控えて、さらには2番ワンデースカーディア、第4コーナーをカーブしていきます。直接コースを向かいます。ここに向かいます。2番のグレートキャンベラ、ここは10番のテンダースです。嘘でしょ、体は大丈夫っぽいけど馬がどうなんだろう。自分で転がってたので受け身してスタート。